団長からだ。もしもし。これから3つ指示する。鎖やろうか。大原則としてこちらの指示は絶対だ。従わなければ即座にお前らのリーダーは殺す。1つ、追跡はするな。2つ、人質の2人に危害を加えるな。3つ、白野田という女に代われ。その前に1ついいか。2つ目の指示だが、人質の2人はさっき暴れた時に何箇所か骨折させしまった。ならば交渉の余地はない。なんだ。すまん、嘘だ。二人は無傷だ。次はないぞ。くだらん真似はするな。さっさとパクノダに代われ。